はい、8章からです。柏木さんにバイクで助けてもらったんだけど、なんで居場所知ってたんだろうな。ここまで来れば大丈夫そう。えらねえ、お願い。このスーツ、助けたお礼に一緒に来てほしいところがあるの。ああ、なんかそれ目当てで助けたな、むしろ。ああ、やれやれ感出すか。やれやれ、厄介事はごめんだぜ。厄介事はごめんだぜ。そんなキャラじゃねえだろ。助けてあげたでしょこの先にある会社までついてきて。誰だよ。あなたの協力が必要なの。そんなやれやれ要素。聞こえるわね。あ、すげえ。行きましょう。通信機みたいな。かっこいい。やれやれ要素一回も出したことないけどね。俺とりあえず柏木さんについていけばいいのか。オッケー。うわ、そうだ、いきなりじゃん。ちょっと待って待って、ほらもういきなり見失ったよ。どこ、柏木さん助けて。すげえ前やる。いや、ちょっと待って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 、やりすぎだろ。え、あ、待っててくれてる。え、なんで柏木さん逆にそんな普通に走ってられんの。それどころじゃなくない。あ、またここからやる。急いで。またちょっとなんか曲がんの難しいっす。嘘だ、よく避けたな今の。これなんだ今回。いや、ただついていくことしかできないんだよね今は。いや、死んじゃう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと運が悪いだけで死ぬ、もうもはや。え、あっ、やつの声じゃん。船を一撃で沈めた。いや、聞き慣れたゴジラの鳴き声したぜこれ。なんか周りにコインとか落ちて、うわ、死ぬ、危ねえ。今ぺしゃんこ寸前だったじゃん。あんまり上の方見えないな今。これキングギドラでしょ、このトゲトゲとか。ゴジラいる目の前に。カメラ上に上げらんないや今。あ、上げれた。うわうわ、ゴジラ対キングギドラだ。ちょっと待って、今これポジショニングかなりやばいよな。間に挟まってんじゃん。で、おう、ここでいいんだ目的地で。これ絶対やられるじゃん。ほら、乗り物壊される宿命にあんだよ。急いで。最初の車といい、船といい、乗り物破壊しなきゃ気が。えろ、なんだそのスーツ。柏木さん、それ自分のそのスーツ。よく来てくれました。こんな状況だから来てもらえないかと思っていましたよ。柏木さんの会社待たせちゃったわね。それでこちらの二人は。何の説明も聞いてないよ。おまわりさんです。私は浅野。はい。友人がやっているこの会社の片隅に曲がりして仕事をしているものです。会社の片隅に曲がり、明日の朝までに納品しなければならないものがあるんです、うん、でも足を怪我して届けられなくなってしまって。なるほど、代わりに。私たちが代わりに運ぶことになったの。はは、なるほど、助けた礼にってことか。私たち、そう、私とあなたたち。なんでそんな胸元そんな開け方するかな。え、うわ、やられる。この状況で仕事とかさ。これを頼みます。任せておいて。宇宙船研究所に持っていけばいいのね。宇宙船研究所。そうです、副所長の佐々木という人に渡してもらえればわかると思います。うん、わかったわ。必ず届けるから安心して。宇宙船研究所って。あなたも早くここから出ましょう。なんかの雑誌で見たよな。まだもう一つ朝までに納品しなきゃいけない仕事があるんです。いや、もういいでしょそういうの。それを片付けたら避難します。違う違う違う、仕事は確かに大事だけど、もっと大事なもん。おーい、ちっか、うう、こっち見てるキングギドラ。ちょっと待って、視点を。うわ、すげえ、映画で見たやつだ。ちょっとサムネにするために右下のミニマップ消したからさ、ちょっといい感じの絵じゃない。マニア誌コスプレ時代ボリューム2を手に入れた。出たな、コスプレ雑誌ボリューム2。なんでボリューム2と場所離れてるんだよ。こっちかグランゼラバーガーのやつでしょ。ファーストフードコスチューム特集
特集組むことそれ。そういえば面白メガネもらったんだよな。集めた競泳コインで、おお、いいじゃんいいじゃん、なかなかクールじゃん、なかなかクールじゃん。なんかこのオフィスでもやることあんのかな。似たようなテキストばっかりで、うーわ、よくこの環境で仕事できんなこいつら。何人かいんぞ他にも。もう無理よ、仕事よりも大事なもんあるでしょう。それはあなたの命です。避難した方がいいですよ。放っておってちょうだい。もう何もかもどうでもいいのよ。うちのダメ社長がね、分かってもいないのにプロジェクトファイル触って全部消去したって、とんでもない無能だな。それはダメ社長ですね。明日の昼に納品なのにバックアップから復元しようにもそのためのパスワードもわからないし、全部私たちのせいにされて納品に間に合わなかったらクビだって。賠償責任になったらそれも私たちに払わせるっていうのは、いや、なんかちゃんとした調査機関みたいなのにさせたらちゃんと社長のせいだってわかんじゃないの。こわ、何この会社。私たちはそういう契約になってるって一度も聞かされたことないのに。ひでえな。そりゃもうここでゴジラに破壊されてもいいと思えるわな。プロジェクトの全ファイルはない、時間はあと12時間もない、バックアップのパスワードは不明。パスワード強調してるから、なんかこの部屋のどっかにパスワードのヒントみたいなのあるんじゃねえか。外の巨大生物に襲われた方が億単位の負債背負わされてまともな仕事につけなくなってのたれ死ぬよりはいいかもしれないよね。これかなり来てるな。まずこれ避難しないのが異常だからね。この距離で戦っててゴジラたちが、うーわ、諦めないぞ。すまないけど今忙しいんだ。パスワードの件について、え、あ、バックアップファイルから復元するためにパスワードがいるんだ。パスワードは前任者が管理していたんだけど、その人は先日辞めてしまってね。そいつのデスクどこだ。絶対なんか残ってるでしょ。連絡も取れないしわからないから手当たり次第試しているんだ。よくそこの複合機の横に座って独り言を言うちょっと変わった人だって。複合機、これか。コピーやスキャンもできる複合機だ。特に使う必要はないな。ん、複合機の足元にチーズ、すげえあっさりじゃん。もっとよく探せよ。小さな手書き文字があるようだ。いや、完全にパスワード見つけたわ。見つけたよパスワード。俺が見つけたよ。複合機の足元に書いてあった文字列を伝える。なんかお礼くれるかな。バックアップへアクセスできたぞ。ありがとう、助かったよ。これよかったらもらってくれ。これ唐揚げ大臣だったら怒るよ。オレンジジュース、なんなら唐揚げ大臣よりしょぼいじゃん。バカお前、そこは唐揚げ大臣で統一しろ。むしろもうただ人助けをしただけ。ああ、中途半端な希望ができちゃった。あれ別にいいじゃん。そんなに死にたかったの。相当来てるなマジで。複合機にぎっしりファイルが詰まっている。ん？ん？明らかに仕事用に見えないものがある。最後の剣の物語。もうなんか一通り集めたら最後の剣の物語を朗読するだけの動画投稿しようかな。どうして私がこんな目に。全部社長のせいよ。残業代も出さないのにいつも残業させて。何をほっといて、相当やべえな。何何、どうなってんのこれ。ちょ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 、俺も混ぜてくれよ。ちょっと俺も何これ、どうなってんの。うわ、なんか頭抱えて震えてる。怖え、この会社。課長も課長よ、社長に調子を合わせて機嫌取ってばかり。安受けやした仕事を私たち丸投げするだけでどうして倍以上のお給料もらえるのよ。放っておいてちょうだい。話しかけづらいから動くんじゃないよ。毎日深夜まで残業して、土日祝祭日も仕事して、どうして手取りが13万なの。やばすぎねえ。やめた方がいい。本当に普通にやめた方がいい。仕事がこなせてないって言うけど、そもそも明らかに量が多すぎるのよ。同業者に聞いても3人分ぐらいはこなしてるわよ。もう走って。ちょっとなんかこれ、これどこまで話あるんだろう。結構あるな。ちょ、もう話しかけづらいんだよ。社長なんてすぐ体にベタベタ触ってくるし、どれだけ気持ち悪いかわからないのかしら。
それにメールや電話もかけてくるし、誘いを断ると次の給与をあからさまに下げてくるなんて最低。絶対なんかそれさ、叱るべきところにさ報告したら会社潰れるでしょ。ちゃんとした給料もらえるでしょ。支払われてない残業代とかさ、戻ってくるって聞くよ。そういうわけにもいかないのかもしんないけど、そう簡単なもんじゃないけどね。もう辞めたいけど、新卒が入社1年目で辞めて次の就職先が簡単に見つかるとは思えないし、いや、のっぴきならない事情ならもういいのでは。すげえ、どんどん出てくるんじゃん、愚痴。これはきっと夢を夢なんだわ。このまま目をつぶっていれば、窓の外の巨大生物もゴミみたいな社長もいなくて、楽しい会社に向かう電車の中で目覚めるのよ。邪魔しないであっち行って。多分外出たら楽になれるよ。あ、これで終わり？無視されている。もう相手してくれそうにない。俺もよくここまで話しかけたな。うわ、すごいことになってる外。とりあえずこっちに進めばいいの？宇宙船。なんか結構長居しちゃったね、会社に。ごめんね。階段を降りる。非常階段だ。ここから降りられそうだ。まあもうこのオフィスでやることないでしょ。浮かれたメガネ駆け上がって。荷物を、柏木さんに助けてもらったお礼に、宇宙船研究センターに届けに。これ無理だろ！これ外出無理でしょ！駅がすぐそこだから、電車で行きましょう。嘘だ、動いてる電車。あなたとならどんなところにでも行きますとしつこく告白する。言うほどしつこくねえよ、初めてだよ。あなたとならどんなところにでも行きます。気持ち悪い。ありがとう。これ慣れてんな、この感じは。うーわ、キッズ話してる場合じゃないわ。早く駅に向かいましょう。柏木さん慣れてますね。人の形をした財布3つぐらい持ってそう。で、とりあえずコイン取って、こっから、おお、そっか、バイク潰されたからもう徒歩で行くしかないんだな、駅まで。急いで。いや、もう煙もくもくじゃん。急いでって言うけどさ、ほらそこにもコインあるんだよ、取らなきゃ。急いで。これどこ行きゃいいんだ。いや、でもなんかゴジラの姿見たいな。え、どこいんの今。うわ、ちょっと待って、どうなってるこれ。なんかすぐ近くに尻尾みたいなのなかった？ちょっと黙々すぎて見えねえよ、これ。どうなってんだよ。あ、駅こっちか。もうなんかめちゃくちゃすぎてよくわかんなくなってきた。コイン取りのそこが、おい、うわ、今めちゃくちゃ体力持ってかれたな。うわ、すげえ。なにこれ、写真撮ってんの？これは大変じゃ。おお、絶対絶命都市1に出てきた人。熱心に撮影する男、陣内浩二。これは大変だ。今取り込み中だ、話しかけないでくれ。そう、なんかね、スクープ第1の記者のキャラが絶対絶命都市にもいたんですよ。その辺なんかもうおなじみだな。うわ、尻尾ちけ。やっぱさっき一瞬見えたの尻尾だったんだ。後ろ姿だ、ゴジラの。すごいな、めちゃくちゃ撮ってる。ゲストキャラ結構いるんだな。いろんな、うわ、いろいろと調べてから行きたいな。あ、来た、いいコイン取れてよかった。これ入れそうだな。なんか、おい、トロじゃん。他に今なんもない。乗客トロ一人だけ。運転手すらいないのに。開発進んでる、絶対安全都市。どうやらゲームソフト開発をスムーズに進める秘伝の書があるらしいのみゃ。でもどこを探しても見つからないみゃ。このままではゲームが完成しないみゃ。探してくりゃいいんだな。ってことはこの辺にあるんだな。超絶入門ザゲーム開発って本を探してきてくれみゃ。先に進んだらもう取れないだろうから、この付近にあるんだよね。まだ終わらないの？女性の腕時計。
そういえばなんかオフィスでもよくわからんもん拾ったよな。なんか片割れのイヤリングみたいな。あーこれだこれだ。なんだったんだ。そういえばなんか手に入れたはいいけどあんまり気にしてなかったわ。浅野さんのいたオフィスの床に落ちていた綺麗なイヤリングの片割れ。誰かに渡すとかあるのかな。赤いベルトが女性らしさを演出する細身の腕時計。今の段階じゃ使い道渡んないな。落とし主がどっかにいたりすんのかもしんないけど、人にたくさん話しかけておこうかな。何が起きたんですか。すげえ阿鼻叫喚ぶり。この人何だ。運賃無料なの今。ちょっと買いすぎたかしら。なかなか動けないわね。感受性を抱えた女性。秘書課の笹崎さんも会社に残ってたな。どうしよう。現在当駅では会社に残ってる人結構いるんだな。後続の列車もありますので、本当に会社に戻らなくていいのかな。主任も課長も残ってるのに。いや本当に避難した方がいいぞマジで。つうかお前森本だろ。森本顔だ。ですが、いいからさっさとシャッター閉じなさいよ。危ないじゃないの。現在当駅では運賃うわクレーマーだよこんな時にさ。お子様やお年寄りを優先し、これからもさ、ね、逃げ遅れた人が来るかもしれないのに、まだ皆さんご利用になりますし、無料で運行して避難を助けないとですね。ああやだやだ、普通にやだわ、胸クソ悪いわ。この人な、このうわうわうわ、ごめんね、え何俺のせい今の違うよね。めちゃくちゃになっちゃった。何件も回ってやっと見つけたのに、寝込んでいる娘のいる家にどんな顔で戻ればいい。寝込んでいる娘にこんなに炭酸のジュース必要か。落ち着いてご乗車いただけファンタ的な。俺のせいじゃないと思うけどごめんね。階段を登ればホーム。ああ全然見つかんねえじゃん。買い物とかできんのかな。ここでここ告白を。でも断られたら。いやでも何これ、売店のおばちゃんに告白しようとしてんの。どうしたものかね。あいやあれか、右のなんか OL さんに告白しようとしてるのか。あ買い物できそう。さすがに売店のおばちゃんのことじゃないよね。あスポーツ紙とか買える。買っとこう。それ以外は特に変わったもんは売ってないかな。列車もありますので、お子様やせっかく500万円も所持してんのに生かせないな貯金を。あめちゃくちゃ下打ちしてる。まったくどこまでついてないのかしら。大事なイヤリング持ってます、持ってます、持ってます。大事なイヤリング片方なくすなんて、あいつもまだ来ないし。なるほどね、話しかけとくもんだな。私のイヤリングどこにあったんですか。オフィスの床に落ちていたことを伝えた。あの会社の人なのかな。そうですか、オフィスの床に。すげえ感謝されちゃった。とにかくありがとうございます。あれ腕時計もない。それも持ってます。逆になんか俺が盗んだみたいにならん。そんな2つもたまたま持ってたらさ、タクシーの近くに落ちてたよ。確かに会社を出てタクシーに乗るときにしていたのに。すぐにこの騒ぎが起きたからすぐ前の交差点でタクシーを降りてきたんだけど、途中で落としたのかしら。ありますよ。あれそれは渡せないの。あ渡せる渡せる、渡しといた方がいいでしょ。腕時計も見つけてくれたんですか。ありがとうございます。これ大したものではないんですけど、ぜひ受け取ってください。え何これ。えマジで何、サボテン。サボテンあった。うちはサボテンゴールデンハーニー。詳細、癒されたいあなたのオフィスや自宅のデスクにぴったり。水はあげすぎないことがポイントです。これいるか。いやでもサボテンの値段が高騰してるかもしれない。もしかしたらね、物を買ってくれる人がいた場合。こんな時に清掃中なの、トイレ。もう列車も来てるから乗るべきかしら。でも我慢できそうにないし。いやもうトイレぐらい行っていいでしょ。清掃中。あいるいるいる、つなぎの人間。よっしゃ、サボテン高くないですか。サボテン、サボうわ買い取ってすらくれねえ。じゃあ何なんだよマジで、あのサボテン。まあ、ただのトロフィー要素とかだったりすんのかな、もしかして。えあのアパートの値段高騰してたりしないよね。全然してねえわ。
これ高騰することあんのかな。あ、直してもらおう。たまには服、お金いっぱいあるし。修理で乗車いただけます。やった、かっこいい。お子様やお年寄りを優先し、落ち着いてご乗車いただけます。いや、どう見ても真っ当な警察官だわ。よかったね。ロッカーとかなんか臭いな。異常事態のためなんかあったりしない？現在当駅では運賃無料で乗車いただけます。ゴミを漁ってる場合ではない。おお、来た来た来た、ゴミ箱の裏に何か落ちてるようだ。出たぜ。高速の列車もありますので。超絶入門ザゲーム開発、まさかゴミ箱で見つけるとはな。トロに渡しに行こう。確かに異常事態のため。トロじゃねえ、クロだ。現在当駅では、うん、絶対安全都市のね、完成見届けたいからな。ちゃんとこいつが欲しいんだろ。ありがとうミヤ、これでまた一歩絶対安全都市2が完成に近づいたミヤ。俺にこれをやるミヤ、黒の帽子。でもこれで終わりじゃないミヤ、完成までにはまだ必要なものがあるミヤ。どこかで会ったらよろしくミヤ。オッケー。これ最終的にどうなんのか、これはなんかきっちり見届けたいよね。ちょっとしっかり探索していこう。こんなとこにいたもんな、バスの中。黒、見逃しかねないよねこれ。おお、いいじゃんいいじゃん。どっから見ても真っ当な警察官だわ。浮かれてんな。狙いすぎて逆に滑ってるみたいな感じになってる。よし、もうじゃあここはいいかな。拾ったイヤリングとかも渡したし、黒のお手伝いもしたし、じゃあ先に進もう。ごめんな、すげえ呆然としてんじゃん。俺のせいじゃないからね。現在当駅では運賃無料で乗車いた。お、イベントか。あ、もしかしてこのショーこれで終わりなのかな。割と早かったな。お前何してんの。嘘だろ。あなたたちにその荷物を届けて。丸投げ。ハードディスクが入っている箱を手に入れた。いや、そのスーツ着ててどんくさいのはなしでしょ。これ大丈夫？柏木さんこんなとこに置いてきて、うわ、バチバチに戦ってる。終わった。やっぱり柏木さんこれ大丈夫かな。大迷惑、またも新たな巨大生物。もう大迷惑とかいう一言じゃ済まないでしょ。なんかそれむしろ軽くない？大迷惑って。キングギドラね、なんか小学生の時見たな。ゴジラ VS キングギドラ、内容あんまり覚えてないけど、恐竜の復活か。子供の頃に見た恐竜図鑑に載っていてもおかしくないと思える生物が現れた。二足歩行のがっしりとした爬虫類とでも言えばいいのだろうか。背びれらしきものが時折光るが、体の一部が光る生物はこの地球上にも多数いる。最も異なるのはその巨体、そして口から出される光線だ。光線の威力も尋常ではなく、被弾した周囲のビルは見るも無残な姿に変貌した。船一発で沈めてたもんな。うわ、危機意識の低下懸念。うわ、もう写真撮ってるやついたいた。なあ、ほんとに。すごいな、すごい瞬間が動画になってんな。叩き潰されそうになってる。はあ、あのなんか絶対絶命都市に出てきた陣内さんのこと書いてる記事とかないかな。あれ、ちょっと評価上がってねえか。絶対安全都市星1個増えてる。なんかじわじわ口コミで広がったみたいなとこあんのかな。後から評価されるパターンのやつ。いや、って言っても星2つだけどね。言ってもあったあった。記者魂？それともただの無謀？巨大生物の様子をすぐそばで撮影している男性が目撃された。その男性は乗り捨てられた自動車の上によじ登り、すぐ上を巨大生物の大きな尻尾が横切る中、一心不乱に撮影をしていたのだという。
どうやらフリーのカメラマンであることが分かったが、職業柄とはいえ身を危険にさらす行為には疑問が残る。後日連絡を取ることができた際、その疑問をぶつけてみた。俺には俺にしかできないことがある。それだけだ。その男性はその一言とともに次の取材地へと向かっていった。カメラマンやジャーナリストと呼ばれる人たちの意志は筆者が思っている以上に強いようだ。だが状況に応じてはその危険を避けることもまた必要であると考える。命を失っては元も子もないのだから。あ、これちょっと重いな、この一言。やっぱり絶対絶命都市を知ってると、まあ、絶対絶命都市もうとてもね、壮大かつバカバカしいゲームなので、競泳都市同様、今もうアーカイブスに入ってんだよな。プレステ3があればダウンロード版プレイできるし、牛沢というすごく面白い人が動画を投稿してたりもするので、まあプレイしてみるなり見てみるなり、ちょっとね、知らない人はしてみても面白いかもしんないっすよ。あ、なんか全然商品増えてね。なんだよ、そういえば髪型も買ってたんだったな。鏡を見かけることがなかったけど、商品これで全部なのかな。まさかな。次は9章からだね。とりあえず今回はこの辺にしときましょう。ありがとうございました。最近1パートで1章ってのが多いね。